バモス e フットボールハレルヤです。ということで本日はファンズチョイスガチャが来たので、そちらのランキングをトップ5から発表していきたいと思います。第5位はジャマル・ムシアラとなります。こちらですね、能力は、決定力4上げてあげて、パスが8ですね。ドリブルは8いらないので6までにしておいて、こちらねスーパーサブということで後半から出すことが多いと思いますので、スピードを上げていただければと思いますね。ただですね、こちらのジャマル・ムシアラはスキル追加ができるので、ワンタッチパス持ちつつスルーパスもつければスルーパスできますし、ワンタッチシュート、スーパーサブといったところで、トップ下で後半から出すのがおすすめかなというふうに思います。それでは第4位を見ていきましょう。ペドリということで、能力は、このようになっておりますが、パスは4上げで、その分決定力を、70まで持っていっていただいて、トップ下で使う想定で自分はいるので、瞬発力を上げていただいて、残りはパスだったりドリブルに振るのがいいかなというふうに思ってます。自分だったらこういう能力にして、トップ下で使う想定でワンタッチシュートスキル追加でつけようかなというふうに思っております。まだねワンタッチシュートペドリ持ってない方は、ペドリにワンタッチシュートつけることでトップ下で決定力上がりますので、ぜひワンタッチシュートを使ってトップ下で使ってみてください。これでは第3位を発表したいと思います。第3位はアルフォンソ・デイビスということで、爆速のサイドバックとなっております。こちらですね、脚力は、ハレルヤ的には8ぶりで、瞬発力こちらはですね4ぶりで、エアバトルを80まで持ってきてるので8ぶり、あとはねディフェンスに上げていただくのがいいかなというふうに思っております。このようなね能力配置だと、本当にサイドバックで足が速くてフィジカルがある選手っていうのはなかなかいないので、これはね唯一無二の選手かなというふうに思っております。またですね、スルーパスを持ってないので、スルーパスつけることで、足元の能力が、低いんですけれども、補えるかなというふうに思っております。またね、ダブルタッチとかもできるので、後半負けている時とかは、ディフェンシブ等を外して、攻撃参加させるっていった使い方も据え置きはいいかなと思っております。アプリの方にとってはね、ピンポイントクロスがあるので、能力が低くても、ある程度、クロスボールっていうのはいいボールが蹴れるかなっていうふうに思ってるので、ベンチに1人攻撃的サイドバック置いておきたいということで、第3位はアルフォンソ・デイビスでした。それでは第2位の発表です。第2位はフィル・フォーデンということで選ばさせていただきました。ドリブルはね、90乗ればいいので6上げで、パスが低いので8上げして80まで持ってっていただいて、また脚力がありますし、瞬発力ってところで決定力を78で、チームスタイル100時に80持っていくといった能力配置で自分はトップ下で使おうかなと思っております。据え置きだとね、左利きを左側のトップ下に置くっていう人が最近増えてるので、442の2オムフを使っている方は左の、オムフで置いてあげるっていうのも非常にいいのかなって思っております。こちらのフォーデンもね、ワンパスルーパスダブルタッチっていう風に素晴らしいスキル持ってるんですけど、やっぱトップ下で使うとなるとワンタッチシュートが欲しいところなので、ワンタッチシュートをつけてあげて、左のトップ下で置いてあげるのがいいんじゃないのかなっていう風に思います。それでは第1位を発表したいと思います。第1位はジュール・クンデということで、圧倒的なこのディフェンス能力はね、ハレルヤ的には8上げ等で止めていただいて、脚力8ぶり、フィジカルがもともと高いんですけど、こちら8上げていただいて、また瞬発力こちらですね4上げていただいて、このような能力がいいかなというふうに思っておりまして、サイドバックで使うのがいいかなと思っております。据え置きのね場合ですと、右サイドバックで、ディフェンシブで置くのがいいと思いますし、アプリの方だとこちらねピンポイントクロスないので、ピンポイントクロスをつけていただいて、守備もねできて、攻撃もパス等も黄色の数値あるので、ピンポイントクロス上げるっていった形がいいかなっていうふうに思っております。ということで第1位はジュール・クンデでした。いかがだったでしょうか。ファンズチョイスガチャね、本当に強い選手いっぱいいるので、無課金であったり微課金の方もここはねコインを使って引くのがいいかなっていうふうに思うので、ぜひね1位のクンデだったり
フィル・フォーデンだったり、ペドリ、ムシアラ、デイビスあたりを弾いていただければ、まあ、ガチスカに入ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでチャンネル登録高評価まだの方はよろしくお願いいたします。ということでバモスイフットボール。